24歳男です先日学生時代から付き合っていた彼女に冷めたから別れてほしいと言われ別れその2日後には別の男とホテルに行って付き合っていた頃から浮ついた気持ちが冷めたんだと確信しましたしかし自分は1ヶ月ほど前から大腸がんが見つかってました彼女には言えずにそのま,ま置別れたのですが2週間ほど経った後に友人経由からガガンのことを知った彼女から連絡しました自分に対して冷めてる彼女が病気のことを知って急に連絡してくるのは心境はどんなものなのでしょうか罪悪感じゃないですかね 要はその、あの、自分は正しいことをしていると人は思いたいことが多いんですよ。まあ、多分あの、もう先に、あの、好きな人ができていて、それなりな状況になってきたので、ただ、えっと、別れてから付き合おうよっていう形にして、一応正式に別れてから付き合ったので、浮気ではないよねっていうので、その自分自身はいい人であるって思い込んでらっしゃると思うんですよ、元彼女の人は。 で、ただ、その、ガンであるっていうことを聞いてしまって、あ、私、いい人だったはずなのに、ガンの人を振ってしまったっていうのがあって、あの、全然そんなこと知らないし、そんなつもりもなかったんだよっていうので、あの、自分自身をスッキリするために連絡していきたいっていう話だと思うんですよね。なので、あの、私は悪い人じゃないんだって思いたいっていうのをあの、ま、あストーリーのための材料として使われるんじゃないかなと思いますけど、まあ、とはいえ、あの、なんかあの、 その、相手の罪悪感をうまく利用して、よりを戻したい,といのであれば、よりを戻せるチャンスもあるかもしれないので、まあ話をしてみるとないいんじゃないでしょうか。